当時と下死における地球表面での太陽放射の反射量を示す図。白いほど反射量が大きいイタリテンとは一年に2回、天球上において太陽の赤道面からの距離が最大となる瞬間、またはその時の太陽の位置を指す語である。イタリテンを意味する英語のソルスティスは、ラテン語のソルスティティウムという語に由来する。これはソルト、動詞、シーステラを語源としており、 イタリテンでは、太陽の赤位の増減が止まり、最大、または最小の値に達することによる。太陽がイタリテンに達する日は分天に達する日と、もに季節に関連している。いくつかの言語圏ではこれらの日が、それぞれの季節の始まりを表す日として用いられている。また、これらの日を各季節の中間とする文化圏もある。日本語では二つのイタリはそれぞれ下支点。 当時点と呼ばれる。英語の場合には、強調したい特徴に応じて、以下のようないくつかの異なる呼び名が用いられる。イタリテンは、地球から太陽を見た場合の概念であるが、地球が太陽の周りを交転していることから、この節では太陽を基準にした地球の位置について述べる。地球に季節が生じる原因は、地球の時点軸が、 高天面に対して垂直でなく、約23.244度傾いており、かつこの時点軸の向きが完成形に対して普遍である、ためである。この結果、地球の北半球は、半年の間、太陽に近づくように傾いており、この傾きは6月21日頃に最大となる。またこれ以外の半年間は、南半球側が太陽に近づくように傾いており、 この傾きは12月21日頃に最大となる。このように、各半球の太陽に対する傾きが最も大きくなる2回の瞬間が太陽がイタリに達するときである。本校冒頭の表はここ数年間の太陽が分、分点、イタリに達する日時を挙げたものである。下死の日、北緯23.44度の北海域線上の地点では太陽は、 正午に天頂に達する。同様に当時の日には、南位23.44度の南海気線上の地点では、太陽は正午に天頂に達する。地球上でこの二つの遺線の間にある地域は、熱帯と呼ばれ、この地域では少なくとも一年に2回、太陽が天頂に達する。また、下死の日には、北極圏の南限である北位66.56度の、 地点で深夜に太陽がちょうど地平線に達し、これよりも北の地域では24時間太陽が地平線上に昇っているのを見ることができる。これは逆夜、またはミッドナイトサン、ミッドサマーナイトサンなどと呼ばれる。一方、南極圏の北限である南位66.56度の地点では真昼に太陽がちょうど地平線に達し、これよりも南の地域では一日中太陽が昇らない。 これを極夜と呼ぶ。冬時の日には両半球での太陽の動きは蒸気と逆になる。熱帯と極限の中間の緯度では、冬時から夏至までの間は、太陽の昇っている時間が毎日長くなり、高度も日ごとに高くなる。夏至から冬至までの間は、太陽の昇っている時間は毎日短くなり、高度は日ごとに低くなる。これが夏に暑く、冬に寒くなる理由である。 前説の説明は地球外の宇宙空間にいる観測者から見た場合に有用である。このような観測者は地球がどのように太陽の周りを公転し地球表面での太陽光の分布がどのように変化するかを見ることができる。地球上にいる観測者にとっては太陽が天球上をどのように運行するかを見ることも有用である。この節の画像は このような見方に基づき、日周運動によって太陽が天球上を移動する軌跡を表したものである。これらの画像では、月始と冬時における太陽の位置が1時間おきに描かれている。2本の軌跡のうち長い方が、月始、短い方が冬時の太陽の軌跡を表す。2本の軌跡は天球上で互いに46.88度離れている。また、 これらの画像には高度マイナス18度までの地平線下の太陽も描かれている。太陽高度が地平線下でこの範囲にある間は白明の時間帯となる。これらの画像は北半球でも南半球でも用いることができる。これらの図で観測者は海の真ん中にある孤島の木の根元付近に座っていると仮定している。地平面上の緑色の矢印は 東西南北の方向を示す。この5枚の図では、以下の5つの場合の太陽の軌跡が描かれている。赤道上での太陽の軌跡緯度20度での太陽の、軌跡度50度での太陽の軌跡緯度70度での、太陽の軌跡局での太陽の軌跡実際には、大気差があるため、太陽の幾何学的な位置が地平線下にある場合でも実際の太陽は、地平線上に登っている場合がある。 多くの文化圏では、当時、夏至、春分、秋分やこれらの中間の時点を様々な方法で祝う習慣がある。そのため、これらの時期には様々な休日が設けられていることが多い。当時については、最もよく知られた休日はクリスマスである。同様に、イランのヤルダ、古代ローマのサチュルナギア、スラブ地方のコロチュン、ユダヤ教のハルカー、 アフリカ系アメリカ人のクワンザ、北欧のユールなどが、この時期に祝われる。下市の祭りとしては、カトリック文化圏や、北欧プロテスタント文化圏で6月23日から6月24日にかけて行われる西ヨハネの祝祭などがある。ウイッカのリトも同様である。春分の前後にも様々な春の祭りが行われる。例として、ユダヤ教の杉越の祭りなどがある。 秋分にもユダヤ教のカリアンの祭りをはじめとしていろいろな休日が存在する。また、これら四つの時期の中間にもクロス、クォーターデイズなどの祝祭日が存在する。多くの文化ではイタリテンや文典はミッドサマーやミッドウィンターと呼ばれるように季節の中間点も定めている。これと同様に日本ではそれぞれの季節の始まりを節分として祝う習慣がある。 ありがとうございます。